はい、では暗号通貨のちょっと話題をお届けしますね。リップルのチャートが出てます。報告が遅れましたけども、私が去年3月から買いましていたリップルは、取得単価54円の時に7000枚、37万8千円。74円の時に7000枚、51万8千円。で、68円の時に、これ下がり始めた時ですね、5000枚買いました。34万です。合計で123万6千円を購入して、200万円買うつもりだったんですけども、そこから、値段がつくことがなかったんで、最高値で124円とかつけたんですけどもね、私も含み益を多く持ってたんですけども、もっと上がるというふうに考えていたのと、その1000万円ぐらいのね、利益を取っていこうかなと、少なくとも取っていこうかなと思ったんで、とても決済できずに、そのまんま、12月31日まで、計画通りに待ってるよと言った結果、12月31日先日なんですけども、4日前、決済をすると 39.574 円ですね。今とそんなに変わんない金額です。それによって得たお金っていうのが、戻ってきたお金が75万1906円なんですよ。さあ、そうするとですね、123万6千円で買ったものが、8ヶ月ぐらいで75万1906円になりました。まあ私は敗北です。50万円の損失ですね。これで、何を言うかっていうと、投資って、お金なくなるんですよね、うまくいかなければ。私の場合は短期のリップル勝負は敗北でした。そういう意味で言うと、ICO で、例えば30万とか50万すると思うんですけども、ICO で、購入してお金をなくしたのと、結果的には投資という意味では同じなんですよ。見る目がなかったと言いますかね。リップルは改めて私は5年スパンっていうものを、こちらの方を本丸にして、余剰資金を、10ヶ月かけて作ってですね、投じましたけども、本当余剰資金です。ここに投じた800万っていうのは、新たに投じた800万っていうのは、なくなってもいいよと思っていくわけですよ。もうだから、決済日の直前まで私は、もうチャート開かないと思いますし、途中でリップルが潰れたとか倒産したとか、暗号通貨規制されてなくなった。もうそれが明日起きても、もういいかと思いながら買ってますね。そのぐらいの度胸がいると思うんですよ、投資には。なんですか、大事なお金をドーンといけっていう度胸じゃないですよ。なくなってももういいんだと。でコインチェック騒動の時もお話しましたけども、コインチェックが閉鎖されてお金が戻ってこないかもしれない時に、狼狽して、おうちの生活費がかかってんだとか、借金で買ったんだとかではなくてですね、投資ってそんなお金でやるもんじゃないじゃないですか。難しいわけですから。特に初めて投資をする方がそんなにお金突っ込んでいいわけないんですよね。で初めてじゃない方は、ベテランになればなるほどそんなお金突っ込まないです。で私も別に投資のベテランではないですけども、FX はね、そこそこベテランになりましたけども、だけど、やっぱりね、余ったお金でしか行かないですからね。余ったお金ですよ。もうそれは、例えば、何ですかね、もう寄付するようなお金ですよ。じゃないとできないですよね。だからね、新しい投資話持ってこられても、その投資話に対しての余剰資金を、その瞬間できていないんで、私乗れないんですよ。やるとしたら、やっぱり資金を一から作ってって話になりますから、湧いて出るお金っていうのはないですからね。ただし、投資に当ててるお金っていうのはなくなってもいいお金、全部なくなってもいいお金です。リップルにしても、エーダにしても、他のものにしても、私が投資と位置づけてるものは、私の人生のポートフォリオには入ってないんですよ。入れないようにしていかないといけないですよね。入れるとしたら FX みたいに、日本円に換金した瞬間です。日本円に換金した瞬間、それはポートフォリオです。銀行預金もまあ同じですね。ポートフォリオに入れてますね。銀行預金ってのはまあそうは言っても投資ではないんで、預金なんで、国が保証してくる部分もありますからね。まあでも、リップに関しましては、今年1年で、このね、お金を増やそうと思った計画はダメでした。私はダメでした。皆さんはリップル買わなかった人は、ラッキーと言いますかね。買ったしタイミングにもよりますけども、そして売ったタイミングもあります。私の購入した時でも、124円で売り抜けるチャンスはあったわけですよね。で、去年の今頃も A だって値段が上げてたんで、上場後に買った人も含み益をみんな上げてたんですよね。でもやっぱり決済することが、じゃあその時にできるかっていう問題があります。だから、いくら、
稼ぎたくってそれを買ったのか、いつ決済するのか、いくらまでの負けだったら許容できるのか、そしてそこにいくらのお金を投入するのかっていう、このね、投資に向かうための前提条件、4つの資金計画、これをしっかりやっておくべきだなと思います。私は今回50万ほどリップルで、失いましたけども、8ヶ月かかって50万失いましたけども、でも75万は手元に残ってきたんで、まあ、これをね、例のやつに入れてもいいかなと思います。そうすればまあね、取り戻す期間はちょっと長くなりますけども、まあでもそんなに悪い話じゃないかなと思うんですよ、だから2年回したら取り戻せるわけでしょ。1年でなくした、1年というか8ヶ月でなくしたものを22ヶ月で取り戻せるんで、ちょっとね、傷は浅いかなと考えています。まあ、だからこれがポートフォリオの考え方なんですよ。だから全部がダメになったらさすがにポートフォリオもクソもないんですけども、その時は労働というポートフォリオを私は発動させますから、まあいろいろとお話しましたけども、私はまあリップルはダメでした、すいません。で、5年長期のリップルはこれ新たに期待をかけてます。800万入れてます。でもこれで800万全部なくなっても、もうそれはね、宝くじで外れたからって言って別に宝くじコーダーに文句言わないし、宝くじの CM のテレビに文句言わないと思うんですよ。まあですんでね、いろんな情報発信者がいますけども、その人の影響を受けて買ったからといってその人のせいでもないですし、だったらその人のおかげで儲けた時はその人にお礼でも払うのかって話ですからね。やっぱりどの情報を心に留めて、どの情報を無視して、そしてまあどこに責任を置くかですよね。決断して購入したのは自分ですしね、そのお金がなくなってもいい金額でいかないといけないですし、まあ今更言うことじゃないんですけども、皆さん投資は甘く見ちゃダメですよね。やっぱね、儲かることを考えて投資するんでしょうけども、ほとんどの人儲かんないわけですから。で、自分が負けた時にほとんどの人はやっぱり負けるんだって初めて分かるんですよね。でもそれでは遅いんですよ。だから余剰資金でやるか、なくなっても惜しくないようなね、10円とか20円のベッドを私はお勧めするわけなんですよね。リップルにしてもエダにしても、こんなに私ほど買わなくても1000円とか2000円買えばいいわけですよ、どうしてもやりたかったら、ね、そこに欲ってものがあって、一気に今までの負債を返したいねみたいなことが入ってくるんで、無茶なベッドになっちゃうんですよね。だからそうはならないようにしてくださいね。私はもう今年はあんまり投資のこととかを重点でお話しすることはないですし、暗号通貨のことも重点でお話しすることはないですけどもね、すでに海外っていうテーマに変わってますんで、まあですんでね、ちょっと資金がうまいことできなかった方は、まあちょっと大変ですけども、去年のことを思い出しながらもう一回今年取り組んでいただくとか、もちろん個別でご相談いただいても私なりに精一杯答えさせていただきます。私で役に立てることでしたらね、いくらでも時間を割きますんで、そのために私おりますんで、ご相談いただければと思います。解決できないものもありますけども、少なくとも1ミリでも解決に向かうようにすることはできます。以上です。じゃあリップルの報告でした。